今回紹介するのは「コーポレート・ファイナンス戦略と実践」という本ですタイトル通り実践です現実にビジネス現場で戦っている人が書いているだけに実践力がつきます学者が書いた本は利子の本質といったところから解き起こしてベータの意味などを経済学的に説明 そして会社の価値測定の議論に集中することが多いのに対しこの本では実例から解き起こしベータをどこから探してくるかベータが不明な場合の推定の仕方、M&A で買収価格をどのように決定してどう提示するのかといった現実ビジネスに必要になる点を説明してくれているので前者が畳の上の水イっぽくなるのに対し 本書は文中の言葉で言うところの市場との対峙方法や意思決定現場での作法が語られる書物となっている最後の方で資本政策や機関投資家等との IR の考え方についても語られておりここでは電通の自社株いを例にとって資本政策の意味や影響を 市場反応の理由などについてて解説してくれる素晴らしい本を書いていただいたことに感謝している今後座右において置くつもりである最後に65歳の老人の立場から苦情を一言この種の本では避けられない年次財務書表の別居では必然的に字が小さくなり 老人には読めないくらい小さい字が並ぶことがある。これは単位を変えるなどして少し視認性を改善してもらえるとありがたい。以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。